つくば駅は、茨城県つくば郡つくば町沼田にあった、つくば鉄道つくば線の駅。1987年の同鉄道廃止と同時に、当駅も廃止された。茨城県土浦市と岩瀬町を結んでいたつくば鉄道つくば線の主要駅の一つであり、営業当時は、つくば山の玄関口として観光客で賑わっていた。また、駅前からまっすぐ、 筑波山方向へ伸びる道路には、筑波山神社の鳥居が建てられ、現在も駅前通りの面影を残している。廃止後、長い間、ホームと、上屋はそのまま残されたが取り壊された後、土浦方の場所に、筑波鉄道廃線跡を利用した、サイクリングロード、筑波霞ヶ浦林林ロードの休憩所が設置され、ベンチ、公衆便所、駐輪場、駐車場がある。 旧島式ホームを活用しているが、旧構内踏切よりも土浦方の末端部分であり、普通列車の乗車位置ではなかった部分で回収されているため当時の面影はない。旧駅舎は関東鉄道筑波北営業所として再利用されており、駅前のバスターミナルは筑波山口という名称で、現在も引き続き利用されている。駅舎側の片面ホームの一番線と、 島式ホームの2、3番線からなる2面3線の地上駅であった。港内踏切が存在し、旅客はこの踏切を渡って、駅舎側と島式ホームを移動する形になっていた。ABCDE 曽根、ね、悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄21号関東鉄道、猛貨鉄道、首都圏新都市鉄道。 流鉄、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年8月7日、9から11ページ。薄井し信、小石川助、け、中川孝一、上層筑波鉄道1、鉄道ピクトリアル通刊155号、1964年3月。ありがとうございます。